デンジよ、俺たちはてめえに感謝してんだぜ。はい。犬みてえに従順だし、犬みてえに安い報酬で働いてくれる。はあ。いいか、覚えとけ。魔人も立派な悪魔だ。デビルハンターが悪魔に同情するな。やだ。俺の家族は全員目の前で悪魔に殺された。軽い気持ちで仕事するやつは死ぬぜ。俺の同僚も給料だけ見てデビルハンターになったやつは全員悪魔に殺されたよ。生きてるやつはみんな根っこに信念があるやつだけだ。デンジ君は早川君の舞台に入ってもらう。舞台？このチンピラがですか。うちはただでさえ面倒くさいのが多いんですよ。お前仕事辞めろ。ちゃんとしたデビルハンターはな。なんでだよ。銃の悪魔を倒してほしいの。これから一緒に悪魔と戦う仲間として。こいつ何者なんだ。デンジ君は人間だけど悪魔になることもできるんだ。どうだ、すげえだろ。マジの話ですか。そういうの噂半分でしか聞いたことありませんけど。デンジ君は特別なの。胸揉む前に死ねっかよ。くだらんな。低俗な欲望を持つ奴に殺されたものね。かわいそう、コウモリ。ジェンソーの人に直接お会いしたいと。ありがとう。本当に悪魔みたいなやつ。俺はずっと追いかけていたものをやっと掴んだんです。とっとと逃げろ。俺がすっげえドカンと頑張れば大丈夫でしょ。でも俺は犬は臭くて綺麗だ。優しい人だと思ったのに、ちょっと好きになったのに、こんな怖い女だったなんて。人は犬扱いしやがってよ。もしかしたらこれから俺がまた何か違うもんを追いかけて掴んだ時も、追いかけてた頃の方が幸せだったって思うんじゃねえのかって。俺は誰かに借りつくんだ。デビルハンターは悪魔と契約して悪魔と戦う。俺は狐の悪魔と契約して。もううんざりなんだよ。まあ俺の力使ってで悪魔を殺すとよ、すっげえ痛そうなんだ。ドーンと期待しといてくれ。勝つ算段があるのか。そう言ってえけど、チェンソーになる。先を越されたね。デンジ、悪魔が出た。仕事だぞ。生きてるのがいますね。なんで悪魔の力使わなかった。変わった匂いがするね。人でも悪魔でもない匂い。君にあげた舞台の犬は育っとるか。期待に応えられそうなのが一匹。どうしてそんなに期待をするんですか。面白い。全てのデビルハンターが殺したがっているとっても強い悪魔。私ね、デンジ君なら殺せると思うんだ。君は他のデビルハンターの誰よりも特別だから。なんで女ガキをデビルハンターに雇ってるんです。残りの借金が。俺たちにしている借金を返させてんだよ。だがす、正確にはあいつの死んだクソ親父のだがな。クソじゃないですか。なんかよくわからないけど、なんかよくわからないくらい強いやつですね。デンジ君なら倒せると思う。悪魔みたいな発想じゃな。バカみたいな理由じゃな。お前以外全員本気なんだよ。君の仕事は犬を育て使うことだ。好きな男のタイプとかあります？デンジ君みたいな人。くれぐれも情は入れてくれるのよ。俺はアキ、よろしく。君は使えるの？そう。アキ君は死なないでね。私たち全員ここで死んじゃうんだ。落ちた。獣野郎をぶっ殺したいなんて大体のデビルハンターが思ってる。俺の体ちゃんと奪えたか。私は
デンジの夢の話を聞くのが好きだった。これは契約だ。私の心臓をやる。代わりにデンジの夢を私に見せてくれ。悪魔も理解できんのはこうあるもんだ。どうした。悪魔が恐れるデビルハンターはな、頭のネジがぶっ飛んでるやつだ。だったらよ、あいつが死にたくなるまで痛めつけて自殺させりゃい。もう終わるのか。プール入ってるみてえで気持ちよかったのにゃ。